Bonjour, konnichiwa. 子供のためのフランス語の第3のレッスンです。今日は否定形を紹介したいと思います。前回は c'est un, c'est une。これは何とかです。c'est un, c'est une。今回は否定形の紹介をします。それでは早速教科書を見ましょう。ズームしますね。文法ですね。今日の文法はここでは何とかではありません。ce n'est pas。ce n'est pas。répétez、繰り返してください。ce n'est pas。いいですね。まず、ちょっとした動物を紹介したいと思います。c'est goulon。これはグロンです。グロンは大文字で始まっているので、動物の名前ですね。c'est goulon。C'est un chien. 犬です。そうですね。かわいい犬ですよ。C'est un chien. それではまず繰り返してください。Répétez, s'il vous plaît. C'est goulon. C'est un chien. C'est goulon. C'est un chien. いいですね。で、これから質問をします。その質問に答えてください。C'est goulon. Goulon ですか?ここですね。C'est goulon.グロンで答えは oui ですね。oui c'est グロン。グロンですか？はい、グロンです。でもできるだけ日本語を使いたくないですね。そうですね。繰り返すときはやっぱりまあできるだけ日本語を使いたくないので、répéter だけでいいですね。c'est グロン。oui c'est グロン。c'est un chien。C'est un chien. 犬ですか? Oui, c'est un chien. Oui, c'est un chien. 犬ですか? はい、犬です。C'est un chien. Oui, c'est un chien. C'est un koala. C'est un koala. で、今回はコアラではないので、いいえ、コアラではありませんと言うべきですね。それを練習させたいと思います。Non.これが新しいですので力入れたいと思いますね。Non, いいえ、ce n'est pas。で、ここはですね、ちょっとズームしましょう。ce n'est pas un。ここ、z という発音になりますね。ce n'est pas un koala。koala。いいですね。今までは、c'est un chien、c'est un garçon などでしたが、今回は新しく否定形ですので、ce n'est pas un。いいですね。それでは一緒に繰り返しましょう。ce n'est pas un。ce n'est pas un。ce n'est pas un koala。相手が言った動物、c'est un koala。コアラですか? Non, ce n'est pas un koala。いいえ、コアラではありません。いいですね。Non, ce n'est pas un koala. で、次の質問は多分予想つくと思いますけど、じゃあそれは何ですか?どういう動物です?どういう動物ですか? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? で、犬ですので、C'est un chien. C'est un chien. いいですね。で、これを何度も練習するが必要。なぜかと言いますと、会話の時にはこの文法、この言い方、言い回しを何度も使わないといけないので、何度も練習してもらいたいと思います。これから日本語使わないですので、集中をしてください。でも、絵がついてるから簡単です。ほら、c'est un garçon? C'est un garçon?Oui, oui, c'est un garçon. C'est un homme? Non, non, ce n'est pas un homme. Attention, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme.
C'est une fille. C'est une fille. Non. Non, ce n'est pas une fille. C'est quoi? C'est un garçon. C'est un garçon. それを何度も練習してもらいたいと思います。で、これがマスターしたときには、もう理解したときには、他のもの、他の動物を使ってやりたいと思います。それでは、au revoir!